ここで泊まってくれたらええねんけど、ちょっと泊まらないので、マリカのちょっとごめん、無理っぽい。こんにちは。初見です、ありがとうございます。こんにちは。今日は M のサイン公演、そしてよろしくお願いします。今日はマキお任せしたらこうなった、かわいい。はい、ありがとう、嬉しいね。ね、あっという間っすよ、公園まで。ね、こんにちは。ね、もう卒業されちゃう、今日早いよね。なんか先輩が減っていくの実感するので。行きましたか皆さん、もう行ったよって方、初日行ってきたよって方いらっしゃいますか。唇色な、色ないですね。うん、こんにちは。今年は誰と行こうか、まだ決まってません。誰と行こう、色なさすぎるからなんか探す。リップ取れろー、やば、指についてしまった。そうできた。何が美味しいんやろ、全部食べたいけど。いいな、何食べる予定ですか。タイタリフ塗るごめん、塗る。フェリアスは、あ、後でちゃんと塗り直すか、今ちょっと適当やけど。ハンバーグドリア気になるよね、わかる、ドリア好きなんですよ、だからね気になるね。お芋のブリュレ美味しかった、そうめっちゃそれも気になってるの、そう食べたい。そうグッドスプーンさんとのコラボカフェね今やってるので、公演前とかにもよかったら行ってみてね。うん、いつ行こう全然予定決まってない、誰と行くかも、もう何も決めてないからね。そう何食べようかなっていうか、まず誰と行こうかなから始まるんですけどね。さあ今日はみゆきさんを送り出す日やから頑張ります。まずはね、公演頑張ります。で、明日がオンラインお話し会、明後日もオンラインお話し会。オンライン来てくれる？あれよいっぱい話すことあるやん、オンライン。めっちゃいらっしゃる、こんにちは。そう、ライブ終わってね、明日は初のオンラインお話し会やから、いっぱいお話ししましょう。そうや、日比谷のライブも周年のライブも話せることある。緊張した、なんで緊張することないよこんにちは、神戸の握手会初めましてしていきます。お、お待ちしてます、神戸の握手会楽しみ。
朝早いからね、神戸の方も。いや、わかるよ、飛ぶよね、話しそうとしてるよ。髪切ってきたんだよ、ほんまに嬉しい。こんにちは。オンライン行きたいけど、一押しさんがあれよ、言わないもん、じゃあ、え、誰々ちゃんのファンの人来たとか言わないからぜひ内緒にしてって言われたら言わないからお待ちしてますうん、2回目か、全然待ってます。最近一番喋って仲いいの誰なの？みおちゃんやけど、同期の。でもオーラベってたかも。内緒にしてねって言われたら黙ってるよ言われへんかったら言っちゃうからやけど、来たこと内緒にしてねって言われたら、そう、基本黙ってるよ。こんにちは。ゆきちゃんとは結構喋ってたかも、ライブリハ期間。基本いつも隣おったかも。こんにちは。こんにちは。そう、ゆきなと隣多かった今回のライブ。嬉しいよね。するの、え、ここの振りってこうやんなみたいな話とかかな。あとはなんかそんな感じそんな感じ、なんか基本的にそういう話しかしてない。ここってこうよなみたいな、こう言ってたけどこう、ほんまにこうみたいな話とかしてたかな。カメコしながらちょっとペナイトが盛り、ありがとう。カメコの写真もね、載せていただけてるもの保存するのでありがとうこんにちは。確かに純情公演始まったら同期と会うこと増える。確かにね、増えるわ。今がね、同期が同じチームにみおちゃんしかおらへんから言ってみ、あ、みおちゃんと話すことが多い。でも見て、言ってあれや、リハ期間、あの桜田さんともめちゃめちゃ話してました。そう、こんにちは。桜田さんともめちゃくちゃ話してましたね。楽屋も隣やったかもこんにちは。そう、桜田さん桜田さんはそう結構一緒にいてたあの赤組で一緒やったからね、なんか一緒やったのもあるし、そう基本一緒におったかもこんにちは。そう、あのね、ホンピとハートしてないですか、オーマイガーのラスト。多分あれほんま手振らなあかんかってんけど、自分があのハートを押し付けちゃった、ごめんと思ってホンピごめんと思って、あれ手振らなあかんねやろうなと思ったんやけど、あのそうハートして、あれこれ手振らなあかんかったっけとか、まあフリーやからまあ大丈夫やろと思ってやっちゃったそう、え、あやぴょんって呼んでるよ普段は。今はなんか桜田さんよりあやぴょんって呼んでますほんまは。
さ。先輩圧かけたわけじゃん。でも圧かあれごめんほのぴーと思って、そうまあいいかと思ってハラスメント、あ違うやない、ハラスメントしちゃったかも、ごめん。そう、うん、めっちゃおもろかった。しかもほのぴー昨日さ昇格して初やったやん、公演出たのんでさ、髪型左右反対にしただけやったからさ、マジおもろいなと思って、すごいわと思って、左右反対してんなおもろと思って、ほのぴーガチおもろいな。自分もじゃあ逆にすればよかったかな、耳かけああすごいわと思って、こんにちは。ああすごいなと思ってね、思い浮かばんよね、そんな本固定部屋反対にするなんて。だからやっぱすごいわほのぴーと思って嬉しいね、 M に来てくれるのバリ嬉しいうーん、10期生とでもほとんど喋ってなくて、いや絡みに行ってた自分がそう、千尋には絡みに行ってた、うんそう、そんな、そんなよね。こんにちは、こんにちは。分かってんけど、そう、あんま絡んでないかもしれない。ちひるんはあれ、ここにだって天使アイル一緒にやった仲やから一緒にやったのと、そうそう質問してきてくれたから喋れるようになった。そんなそんな理由ですよ。ちひるんかわいい。そう、リサヒと同学年やね、見えへんよね、ほんまに可愛いなと思って絡みに行っちゃいましたね。じゃあね、そろそろランキング読みたいと思います。13位、タキさんありがとうございます。12位、 3.75 さんありがとうございます。11位、まちひろさんありがとうございます。10位、ピロピロひろしたんさんありがとうございます。9位、れいさんありがとうございます。8位、ゆやゆよんさんありがとうございます。7位、りーさんありがとうございます。6位、てつみやさんありがとうございます。5位、終わりなき旅さんありがとうございます。4位、バーキューンさんありがとうございます。3位、日高浩二さんありがとうございます。2位、ゆうさんありがとうございます。1位、日課さんありがとうございます。じゃあね、公演行ってまいります。ではありがとうございました。ぜひグッドスプーンさんにも遊びに行ってみてください。みなとみらい店さんとナンバーシティ店さんにありますので、よかったらコラボ中なので。では
ありがとうございました。